ついにこの時が来てしまった。この魔法学園でいよいよゲームはスタートする。そして私カタリナ・クラエスはここで破滅を迎えるの。でもそうはさせないわ。来るなら来なさい、破滅フラグ。この私が相手になってやる。嫌よ、こんなの嫌。なんでリボンが青なのよ。さっさと取り替えてよね。ですがカタリナ様がお選びに。そんなの知らないわ。今の気分はピンクなの。替えは用意しておりません。もう使えないわね。あなたたち全員クビよ。おお、私の可愛いカタリナ。第三王子のジオルド・スティアート様だよ。さあ、ご挨拶をなさい。はじめまして、カタリナ・クラエスでございます。はじめまして、カタリナ様。ジオルド・スティアートです。庭師が丹精込めて育てている花々です。カタリナ様はどんなお花が？足が痛くて一人では歩けませんの。靴ずれかしら。それではお部屋に戻られた方が。こうしていれば平気ですわ。ですが。何よ、失礼なことね。あれは弟のアランです。まあ、ちっとも似ていらっしゃらないのね。よくそう言われます。もう足は平気なようですね、カタリナ様。待ってください、ジオルド様。何これ、この人たちは誰。この景色どこかで見覚えが。何なのこの猿は。犬は苦手だわ。毎朝なぜか吠えられていたのよね。ってなんで知ってるの。ここはどこ、物置かしら、それとも犬小屋。いいえ、知ってる。ここは私の部屋。そしてこれは私。大丈夫ですか、カタリナ様。カタリナ、カタリナ。大丈夫ですか、お嬢様、聞こえていますか。あれは私。中学の頃からオタク街道を突っ走り、高校に入って乙女ゲームに夢中になって、徹夜でゲームをしたら学校に遅刻しそうになって、慌てて道路に飛び出して、私は17歳で死んでしまった。今のは夢じゃなくて前世の記憶。お嬢様。お加減はいかがですか。もう平気です。熱もすっかり下がりました。そうですか、本当に申し訳ありません。お顔に傷を作ってしまって。そんな、謝らなければならないのは私の方です。皆さんにご心配をかけてしまいました。それにこんなのかすり傷ですから気になさらないでください。ですがあなたが気にされなくても社交界ではそうはいきません。今後の婚姻に影響が出るかもしれないのです。はあ、社交界か。貴族社会は面倒なことが多いわね。それに比べれば前世は自由だったな。そういうことでよろしいでしょうか、カタリナ様。あ、はい。それではまた改めてご挨拶に参ります。挨拶って。カタリナ様、おめでとうございます。え、何が。何がって、ジオルド王子とのご婚約です。なんですって。話は聞いたわ、おめでとう。さすが私の可愛いカタリナだ。
王子に見初められるとは。ヒオルド様は傷の責任を感じたんだって。今夜はお祝いだな。そうしましょう。婚約パーティーも開かなくては。まだ体調が作れないからこの辺ね。どうしよう。ジオルド様は素敵だけど、8歳の子相手に恋心は抱けない。中身は17歳のオタク女子だからな。社交界ですら憂鬱なのに王子の婚約者だなんて。そういえば夢中になってた乙女ゲームにも似たような話があったわ。ド S で腹黒だけど笑顔が素敵なジオルド王子。婚約者の悪役令嬢が額の傷を王子のせいにして束縛してたっけ。ん？ジオルド王子？あの悪役令嬢にも名前があった。カタリナ・クラエス！まさか。ここがあの乙女ゲームの世界だなんて決めつけるのはまだ早い。全てを思い出さないと。フォーチューンラバー。とある国の魔法学園を舞台にキャラクターと恋を育む乙女ゲーム。主人公のマリアは光の魔力を持つ平民の少女だ。15歳になって魔法学園に入学したマリアは4人の攻略対象と出会う。1人目は第三王子のジオルド・スティアート。あなたの隣にいれば退屈とは無縁で過ごせそうですね。2人目はジオルドの双子の弟アラン・スティアート。別にお前を探していたわけではないぞ。偶然通りかかっただけだからな。3人目はカタリナの義理の弟キース・クラエス。かわいいお嬢さん、僕と遊ばない。4人目は最小の息子ニコル・アスカルト。君の考えは素敵だな。そしてカタリナ・クラエス。ジオルドの婚約者で悪役令嬢。彼女がジオルドのルートでたどる運命は。ハッピーエンドなら主人公に犯罪まがいの嫌がらせをしてきたカタリナは身分を剥奪されて国外追放。その後主人公はめでたくジオルドと婚約する。バッドエンドなら主人公をナイフで襲ったカタリナはジオルドに返り討ちにあって命を落とす。婚約者を手にかけてしまったジオルドは主人公と別れ国外へと旅立つ。他のルートでも大体同じだったはず。ハッピーで国外追放をバッドで死ぬってハッピーなエンドがなくない？バッドオンリー？まさか、まさかそんな。だけど調べれば調べるほど間違いない。ここはフォーチュンラバーの世界だ。じゃあ私はこのままだと破滅する。回避のための作戦会議を始めます。何か良い案のある方は。はい、どうぞ。カタリナ・クラエスさん、ジオルドと婚約しなければいいのよ。
でもジオルドから申し出てきた婚約ですし、そんなことできるのかしら。確かに魔法学園に行かなければいいのよ。魔法学園に行くのは魔力を持つ者の義務です。ご覧ください、カタリナは5歳の時に土の魔力を発動しています。出た土ぼこ。この時初めて土をボコッと動かしたのよね。こんなしょっぽい魔力のために学園に入学しないといけないなんて。そもそもゲームの主人公をいじめなければいいのでは。でもいじめなくても首謀者にされてしまうこともあるのでは。どういうこと。ジオルドは天使の仮面をかぶった腹黒王子です。主人公と結ばれるためならカタリナを貶める可能性だってありますわ。そんな。じゃあ一体どうしたら。皆さん落ち着いてください。私にいい案があるわ。殺されそうになった時のために剣の腕を磨くのよ。さらに魔力も高めておいた方がいいわ。それなりの魔法が使えれば国外追放されても職には困らないはずよ。あでは皆さん、今後は剣の腕を磨き魔力を高めるということでよろしいですか。意義なし。キャッて。怪我をしてから変ですわお嬢様。でもお医者様は異常ないと。魔力を高めるためには己の魔力の源と対話することが大事か。そうだ。お嬢様、一体何をされているのですか。魔力を高めるために土と対話するのよ。土と対話といえば畑作りでしょ。畑作るってことは土と喋るってことなんだ。ありがたい教えをありがとう、おばあちゃん。全く意味がわかりませんし、根本的に間違っているような気がしますが。それより一大事です。お嬢様、ジオルド様がお見えになられたのです。カタリナ様。はっ、奥様。こんにちは、カタリナ様。何をされているのですか。ジオルドは腹黒ド S 王子。笑顔が悪魔の微笑みに見えるわ。んこんにちは、ジオルド様。魔力の訓練のため土と対話をしているのですわ。え、それには畑作りをするのが一番かと思いまして。土と対話、畑作り。しまった、何か怒りを買った。そうでしたか、斬新な訓練ですね。やった、怒ってない。国外追放になるかと思ったわ。カタリナ様、本日は正式なご挨拶に参りました。私との婚約お受けしていただけますか。はい。やってしまった。おめでとうございます、お嬢様。額の傷に王子との婚約。ゲームの展開と同じだわ。でもまた人生を途中退場したくない。今度こそ寿命を全うしてみせる。カタリナ。今日から君の義理の弟になるギースだ。よろしくお願いします。第二の破滅フラグがやってきた。キース・クライス。クライス家の遠い親戚の子で、孤独な生い立ちの人物だ。愛人の子だったため兄弟からいじめられて育ち、クライス家に引き取られてからもカタリナにいじめられ、ほとんど部屋に閉じこもって過ごす。その孤独を埋めるかのように成長したキースは、様々な女性と浮き名を流すチャラ男になるの。でもゲームの主人公と出会って孤独を癒され、本当の恋に落ちるのよ。それを邪魔したカタリナは国外追放か魔力を使って殺される。今のところ全てがゲームと同じように進んでいるわ。しかもキースは身内です。いつ何時手にかけられるか分かりません。こうなったら今のうちにやるしかないわね。
まさか。そんなこと。自分のためにやるしかないわ。ダンボール箱に入れて橋の下に捨てに行くのよ。そんなひどいことできませんわ。私も嫌。待ってください。キースを孤独にしなければいいのです。孤独でなければゲームの主人公と恋に落ちることはなく、カタリナに破滅は訪れません。でもどうしたら。とりあえずいっぱい構えばいいのでは。それは明暗ね。私ずっと弟が欲しかったの。ではキースを思う存分可愛がるということでよろしいですかね。意義なし。キース、天気もいいし庭を案内するわ。ありがとうございますカタリナ様。私たちは兄弟になったのだから姉さんって呼んでいいのよ。でも失礼では。私姉さんと呼ばれるのが夢だったの。ぜひぜひ呼んでちょうだい。はい姉さん。ここがナスであっちはトマトよ。畑姉さんが作っているの。ええ、今度採れたてを食べさせてあげるわね。おいしいのよ。ここには魚もいて釣りができるのよ。釣りをするの。ええ、今度一緒にやりましょう。次は一番お気に入りの場所に案内するわね。ここよ。木の上から見る景色は最高なの。え、木に登るのですか。そうよ。キースは木登りしたことある？じゃあ教えてあげる。見てて。前世では木登りの天才ノザルと称えられていたのよね。おーい、キース！から落ちたと聞いて驚きました。ご無事で何よりです。はい、いつもは上手に登れるんですけど調子に乗って落ちてしまって。そうなんですか。キースを下敷きにしてしまったので母にすごく叱られました。そういえばカタリナ様のご両親は以前より仲睦まじくなられましたね。ええ、まあいろいろありまして、お母様はキースをお父様の愛人の子と勘違いしてあわや離婚の危機よ。誤解が解けたらラブラブになったのよね。今はすっかり幸せ家族です。それはよかった。おかげで剣の稽古がはかどったわ。ありがとうキース。うん、畑作りも順調だしこれで魔力も高まるはずよ。魔力？そうだ、キースも土の魔力を持っているのよね。ねえ、どんなことができるのか見せてくれない？参考にしたいのよ。でも少しでいいからね。少しだけなら。うわ、すごいわ。土の人形に魔力を込めると僕が考えるように動かせるんだ。もっと大きい人形を動かすこともできるの？うん、まあ。土人形を使えば人件費はゼロ、国外追放されても人財産築くことができるわ。やってみせてよキース、お願い。分かった。すごいわキース、あなたは天才だわ。これこそが魔法よ。危ない、近づいちゃダメだ。よかった、心配したんだぞ。お父様、具合はどう？お医者様は大丈夫だとおっしゃっていたけれど。ええ、平気よ。そうだ、キースは？あの子は無事よ。そう、よかった。カタリナ、キースのことだけれど、あの子はね、
強い魔力を持っているけれど、まだきちんと使いこなすことができないんだ。だから魔力をむやみに使わないと約束していたんだよ。キースは以前魔力を暴走させて兄弟に怪我を負わせているんだよ。あの子は自分の魔力の恐ろしさをよく理解していた。だから魔力を使ったと聞いてとても驚いた。キースがね、全部僕が悪いからどんな罰でも受けると言ってきたんだよ。そんな、私のせいよ。私が無理を言って魔力を使わせたの。それにキースが注意してくれたのに言うこと聞かないで人形に近づいてしまったの。カタリナ、謝らないと。カタリナ、お目覚めになったのですね。キースは？それが合鍵を持って部屋に閉じこもってしまわれたのです。え？私よ、キース、話があるの。ドアを開けてくれない？すみません、それはできません。なんで？僕はもう姉さんのそばにはいられないんです。これじゃゲームの展開通りだわ。ダメよ、キース！開けて！キース！キース！鳥がいるぞ！どけよ！ほら！落ちろ！それ！しまうから。怖いわけないじゃない。魔力をコントロールできるようにこれから訓練すればいいのよ。私と一緒に頑張りましょう。一緒にいてくれるの？もちろん、これからもずっと一緒よ、キース。カタリナ！